皆さんこんにちは、ウーアチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。今回は組み継ぎフロント飛行の後編ということで、まあ、基本的にはね、最終的に強度の確保と仕上げといったような感じになりますので、さらっとね、見ていただけるような内容になっていると思います。いやー、皆さんのマシンもだいぶできてきたのではないでしょうか。一瞬作ってる方とかもいらっしゃるのかなとは思うんですけども、もう少しで完成ですね。リアの、マスダンパー系統、そしてフロントのローラーはこれは勝手につけておくとして、あとは駆動系なんですけど、駆動系はね、正直だってこれ俺が専門にしてやってるわけじゃないから、これみんなと一緒にね、検証しながらやっていきたいと思いますので、そっちの方もね、ぜひ楽しみにしておいてください。ちなみにシロッコはですね、スーパー戦隊シリーズは各レンジャー世代のね、忍者レッド等なんで、よろしくお願いします。それではね、早速内容の方に参りたいと思いますので、いいもん作ろうぜ、いくぜ。はい、ということで早速内容に入っていくわけなんですけれども、前回はね、フロントの、枚数をね、2枚に重ねて強化した。今回はその反対側ですね、リア側の方をちょっと強化したいなと思っていたんですが、完全にね、この工程は僕の中でちょっと失敗だなと思ってますので、まあ、ちょっとね、どうしても同じに作りたいという方だけ、ここをね、やってください。正直ね、この工程なくてもかなり強度が保てるんじゃないかっていうね、白っ子の中での疑惑が浮上してますので、正直この工程はどうなのかなと思ってます。だからこの工程をやることによってのメリットが、その強度が大幅にアップする。でもデメリットが、でかい、重い、これがなくても丈夫なんじゃないかみたいな感じになってますんで、まあ、ただ強度をね、まあ、重ねていくだけなら、まあ、必要あるのかないのかで言えば、まあ、あれば安心なのかもしれませんが、もうこれをつけるほどのその強度が必要かって言われると、まあ、かなり疑問っていったような感じですかね。はい、ということで、まあ、とりあえず今回はこれをつけていくっていう、そっち側のね、路線でいきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということで、こんな感じでね、とりあえず瞬着がつけ終わりましたら、もうね、ここからが面倒なのよ。まあ、面倒だけど、これがね、ないと組み継ぎっぽく仕上がらないので、これはね、かなり重要です。黒い瞬着を隙間という隙間、そしてね、継ぎ目という継ぎ目にもうね、こうやって塗っていくわけですよ。隙間と継ぎ目をしっかり埋めることによって、やっぱり強度が保たれますし、まあ、ちゃんとね、なんかこう隙間がないことによって綺麗にもなりますから、こういったね、隙間を埋める作業っていうのはね、かなり大事なんじゃないかなと思います。もう全部ですよ、もうフロントもリアも全部で、最終的な成形は後でやりますんで、とりあえず今ここでこうやってる時に、あ、ちょっと盛りすぎたなとか思っても、後で削ればいいだけの話なんで、今はね、とりあえず盛ることと隙間をちゃんと埋めていくことに専念してくださいね。しっかり固まりましたかね。しっかり固まったというか、全部塗れましたか。そしたらですね、いよいよ成形の段階に入っていくわけなんですけれども、こっからはね、やっぱり必要ないなって思った部分をね、まあ処理していくという形になっておりまして、シロッコはですね、今自分で貼り付けたこういう部分がね、もう必要ねえなって、全部必要ねえなって思い始めたのがこの辺ですね。これいるかなって思っ、もうこう貼った時にね、もう本当思ったわ、これ最悪だ本当にこれ自分でみんなに紹介しといて最悪だわとか言うのはあれですけども、今ちょっととりあえずヤスリをかけてね、まあ、全てをごまかそうとします。まあ、だから本当にね、リスナーさんたちはこれない方がいいと思うんだよね。後ろのこのバーはね、こんなの見て、ほらチョコバットみたいになっとるから、チョコバット提灯になってるからね、これね、提灯じゃない、チョコバット飛行か、飛行になってるから、これね、ちょっと分厚すぎるわ。とか板ヤスリとかだけじゃなくて、まあ、こういったね、ビットとかも駆使してもっこりするんでね、やっぱりこの黒瞬着っていうのはもっこりするんで、もっこりした部分を逆にこうやってへこみに変えて、なんかなだらかな感じにするとより綺麗に見えるのかなと思って今やってます。だから、まあ、ビットとかもいろいろこう変えてみながら使ってみると、まあ、意外と自分の思っていた形になっていくのかもしれないですね。やっぱり盛りすぎっていうか、ポッコリなってるのはちょっとかっこよくないと思うんで、少しずつだから削ってスマートにしていく感じですね。しっかりくっつけるんだけど、最終的な仕上がりはスマートにみたいな、まあ、そういったのを目指して作ってます。こういうね、後ろの細かい部分とかもこうやってズコズコ入れて、まあ、仕上げていくといったような感じですね。あらかた削り終わったら、まあ、こんな感じになりましたよと。まあ、ぼっこりしてた部分がね、なくなって、今、なだらかな感じになってますよね。ただ、ちょっと機械で削った分、少し粗くなっている部分っていうのが、まあ、ありますから、
でも組み継がれている部分とかはね、この瞬着を持って削ってあるので、かなりシャープにはなってますよね。そうなったらもうこれですよ。もう紙やすりでシャコ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 やっていって、水つけながらね、やるのがいいかな。個人的には水研ぎがね、一番しっかり取れてる感じがありましたんで、水をつけながらシャコ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 やって、まあ、最終的なこの機械でガリガリね、なったところを、まあ、磨いていくといったような作業です。まあこれ一番めんどくさいけど、これやらないともう本当にガリガリやった跡がもうずっと残ってるんで、大幅に削るときは電動工具で、最終的な仕上げは手でやるっていうのが多分一番いいんじゃないかなと個人的には思ってます。でね、あの仙人かなんかを目指している方は全部手でいってくださいね。もう修行ですから、全部で、もう全部削るときとかも全部手でお願いします。ということで、磨きが終わりましたら最終的にはめて、まあ歪んでないかとかですね、瞬間接着剤とかでまあ最終的に固めていくと歪みが出たりするんで、そういうのもチェックした方がいいです。で、一応ね、穴をこう拡張してちゃんと動くよみたいなところまでね、しっかり持っていけるとなおいいですね。ドリルはですね、シロッコは 2.1 ミリのドリルを使用してます。で、そしたら飛行のね、アームの部分を作っていただきまして、まあ、アームの部分はね、直カーボンで長さを自分で調節するようなものでいいです。で、それをアルミスペーサー等で下に下げていただいて、ここでね、シャーシカットをして残した部分が生きてきます。そこにカーボンを貼って、一番低い位置でね、シャーシを叩いていきたいので、まあ、これをガイドとして使うと。要はね、シャーシを延長するといったような感じですね。飛空のアーム部分に当てるためにシャーシを延長するといったような感じで大丈夫です。これはね、 AR カーボン、皆さんと一緒に作った AR カーボンの外側の端材です。で、今回はこの端材を使っていきますので、コスパアップですよ、コスパアップ。はい、で、まあ、アームを使ってみていただいて、まあ、横から見て高さを調節したら、今度はこの叩く部分の無駄をね、カットしていきたいと思います。で、まあ、やっぱりね、無駄にこうやって飛び出てると、まあ、あと形がそのままだとちょっとダサいので、これをちょっとね、切っていって、まあ、何を使ったかわからない程度まで、切っていけばいいかなと思います。まあ、この時ね、リューターがシャーシに当たったりとか不安な人は、何かでね、傷を入れて、まあ、形だけ取っておいてみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。で、白服はもう普通にめんどくさがりなので、もうね、つけたまんまいって、これを外して、これを型にして2枚目を作ろうといったような感じですかね。なかなかいい位置に取り付けることができたのではないでしょうか。外してみてみてね。誰や今フグのヒレやとか言ったやつ、フグのヒレじゃないからこれ。はい、そうしましたら、これを、まあ、2枚作って、まあ、磨くと。まあ、この磨く作業はね、もう恒例ですね。もうこれは絶対に磨かなきゃいけない縛りみたいなのがもう出来上がっちゃってますから、これはもうしっかりね、磨いておいてください。はい、ということでね、磨き終わったらしっかり拭いて、フグのヒレをですね、2枚使っていきたいと思います。つけるにあたってなんですが、前側のね、穴2つをですね、拡張しておいてください。3つ目の穴は使わないのっていう、まあ、声もあると思いますが、3つ目の穴はね、まだ使わない、まだ使わないというか、叩く位置をね、変更したい時とか、まあ、そういった時に使いますんで、まあ、あれば便利といったような形で残してます。はい、ということで、見事ですね、フグのヒレが2枚つきました。誰や今フグのヒレとか言ったやつ。そしたらね、アームについている余分なね、穴を1つこうやってね、切り落としておきます。もうそろそろ必要ないかなと思いまして、まあ、切っておいた方が、まあ、見た目もシャープでね、いいですからね。もういよいよですよ、最後の最後、片方にもアームをつけていただいて、こうやって確認して、叩いてる叩いてるってなったら、もう、 こう出来上がりですよね。こうパカパカして楽しむだけです。でね、この動きが渋かったりしたら、またアームのところの穴を広げていただいて結構なんですが、広げすぎに注意してください。もうあんまりバッカーンって開く必要もないですし、ある程度のところでね、締めることで、まあ、調整も効かせれるんでね、後々なので、まあ、ある程度のところまでにしておいてくださいね。ただやっぱり稼働しないっていうのはあんまりよろしくないので、しっかりね、このくらいは稼働するようにしておいた方がいいんじゃないかなと僕個人的には思います。やっぱりこのもっこりがちょっと気に食わないけども、完成です。いや、今回も最後までご視聴ありがとうございました。マシーンがですね、もうほぼ完成してきているんですけれども、まだね、ボディが決まらないんですよ。このもっこりアームのせいでね、また何にしようか迷い始めましたね。このもっこりアームの位置がちょっと高いので、まあ、やっぱり屋根がしっかりついているシャーシの方がいいのかなと
現状思ってます。で、まあ、あとは、まあ、駆動系はみんなで一緒にやっていくとして、リアのね、マスダンパーは、まあ、今回はね、組み継ぎとかにもせずに普通のマスダンパーでいこうかなと思います。で、組み継ぎと、まあ、キャッチャーダンパーっていう声もありましたので、それもちゃんと作って組み替えてね、FMA で遊んでいければいいかなと思ってますので、皆さんもね、ぜひ FMA 作ってみてください。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。恋愛今フグのヒレって言ったやつ。